久しぶりじゃない、つーちゃん、なんかうちに来るの。いや、久々ね。もうそんぐらいぶりかね。だいぶ来てなかったよね。ね、でもやっとなんかさ、家に呼んだりとかできる雰囲気になってきたよね。そうね、最近だいぶね。うん、旅行とかも行きたいしね。飲んでる？もうただだけです。よかった。なんか今日はね、久々になんかいろいろ作ったりとか買ってきたりとかして、ホームパーティーだね、久々の。久々のね。ね、翔ちゃんどうしたの？なんかさっきからね、うん、なんか ふてくされてんの。うん、全然。じゃあまあいいよ、飲もう飲もう飲もう、うん、俺だけでね。うん、じゃあ俺もちょっと入っていい？飲もう飲もう。えい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 、乾杯。何よ、どうしたの？ねえ、何、なんかね。ねえ、なんかどうした？何か不満があるんですか？ある。何よ、じゃあまあ、ねえ、ねえ、あるんだったらはっきり言ってもらわないと。どう、え、もう一回言ってもらっていい？もう一回大きな声で言ってもらっていい？二人でイチャイチャして。イチャイチャして？うん。二人でって誰と誰か。二人で行くんでしょ？どこに？俺いないところで飲み行くんでしょ？行かないよね。行かない行かない。行くじゃん。まあたまにはね、別に。まあたまにはね。友達だから行くよね。そうそう。誘われるな。いや、誘わない時もあるじゃんね。うん。そりゃあるよ。まあね、うん、そりゃあるある。たまによ、ほんとたまにね。別に悪いことしてるわけじゃないしね、うん、そうよね。俺喋っていいよ。最初は寂しかった。え、だって基本翔太も一緒じゃんね。そう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 、もし行くってなったら。何、何、それでふてくされてんの？いいや、今日はね、うん、そうだよね、今日は3人がいつも一緒にいるじゃないのよ。うんうんってどういうこと？いねえじゃねえかっていうこと？ふざけんじゃないよ。いつもね、ちょっと嘘つくのだけはちょっとやめてもらっていい？何が嘘なの？え、だってほら、いつも一緒にいるじゃん、ほぼ2人でいるじゃんね。ね、うん、やけ食いするのやめて。いっぱいあるしね。せっかくズーちゃん来てるんだから。そうよ。楽しくの。楽しい。楽しい話しようよ。いや、何の話する？そしたら。楽しい話ね。ゲームしようか、じゃあ。終了。ちょっとさ、お客様にさ、気を使わせるのは良くないと思うよ。うん、もういいの。え？いいの。どうしたん？うん、ほんとよ。反抗期？遅めの反抗期。もう今年26でしょ？ね、うん、そろそろやろ？もうすぐ誕生日じゃん。ね、大人の階段登らない、そろそろ。大人の階段。大人じゃないじゃん、言うたって。いや、もう、うちらはね、まあまあ、永遠の10代だからね。そうそうそう。それはもういい、ね。なんでって、まあ、翔ちゃんもそうじゃん。中身そんな、小学生の時と変わってないでしょ。まあでも、結局ね、うん、この年になってさ、うん、もう、この年、子供の俺らの年って相当大人やなと思ってたけど、うんうん。いや、ほんとよ。自分がなってみたらね。全然よな。全然何もできてないと思う。ほんと。全然よ。何その感じ。さあ、寂しかったの？もう俺もう分かった、もう俺引っ越します。引っ越すの？どこに引っ越すの？うん、何、どこに引っ越すの？ここ俺の家。大丈夫？そこ、ここ俺の家だから入ってこない。そこでなんか食べたり飲んだりするのはやめなさい。何やってんのよ。いいんじゃない？もう楽しく飲んだら。何がそんな不満なのよ。うん、うるさい。うるさいじゃないね。うん、俺もここで寝るから。ここで寝る。ここで。そうやって。あ、おはよう、いってらっしゃい。チューはしてくれる。じゃあどうすんのよ、どうぞって言ったら。寝ないよ、ここで暮らすから。じゃあいいよ、どうぞ。ここで寝るもん。いいよ、もう絶対ベッドに入れてあげないから。いいもん、だって寝相悪いし。どっちの？俺の。あ、りょうくんの、うん、ちょっとやめてね、そういうこと言うの。寝相悪いもん。いや、両方悪そうやけどな。あ、本当、そんなことない。俺、絶対違う。いや、翔太も悪いよ、言って。いや、悪くないよ、俺。父ちゃんは悪そうやけどね。綺麗。何撮ってんのよ。え？だってもう翔ちゃんがいじけてるのが面白すぎて。いやー、世の人々にさ、翔ちゃんのこの姿を見せようと思う。毎日こうだよって。そう。毎日じゃないよ。毎日じゃないもん。毎日これきついわー、ちょっと。毎日じゃないもん。うん。毎日じゃないの？一回に行ってんの？そんなんや、そんなん。一回に行ってんの？ああ、まあじゃあいいか。もういいかげんこっち来てよ。え？じゃあどうしたらな、機嫌直る？何してほしい？何してほしい？え、もうこん。あいつはちょっと、ほっといて、うちら楽しく飲もうぜ。飲もうか。いじけ虫はほっといて。うん、飲もう飲もう。ひょうにょう。なし。
いいの、いいの、いいの。マジで来た。いいの。いいの。自分で言ったの。とりあえず、まあ、乾杯する？そうしよう。乾杯。でも、どうやったら機嫌治るの？うん。ふてくされるのやめて。なんかね、うん。どうしてほしいとか。どうしてほしいの？そんな言わない。え？そんな言わない。何？そんな言わない。そんな言わないでもわかるでしょ。ちょっと言ってもらわないとわかんないよ。まあそうね。俺ら世代はね。俺ら九州男児の俺ら世代はもうそうよ。ちゃんと言葉に発して言ってもらわないとちょっとわからないのよ。察してくれない。何よ。だから察してって言ってもさ。そう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 。だってもうつるちゃんがいるからさ。二人だけの時だったらさもう。あね、もうりょうくんにはもう分かってる感じや。そうよ、どうしたらいいかね。そうよ。あもういじけた時はこれしかない。でもつーちゃんがいるからなんか。いいよ、やっても。俺の目の前で。それで機嫌が治るならね、ね我慢するよ。いいです。我慢って言ってか。我慢じゃないでしょ。我慢じゃないけど、いいよ、いいよ、それはまあまあまあ。いいよ、しょうがないな。ね仲良く飲もうよ。そうよ。機嫌直してね。うん、じゃあ、いいんですか？うん。ちょっと。あ、場所ね。うん、ちょっと前失礼してもらいます。いいんじゃない？うん。あ、なんで避けんの？なんか欲しがってたんじゃないの？わかるでしょとか言ってたら。欲しがってたんじゃないの？はい。これでいい？うん。オッケーオッケー。乾杯しよっかじゃあ。乾杯しよっか。うん。じゃあ。ああ乾杯